武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し信長を討て。徳川軍が長篠城にかかりきり、織田本陣は手打つぞ。 そのまま長篠城へ向かうのだ。 片っ端が勝つように。 しまった！ まだ鉄砲隊を隠していたか！ 武田の本陣を手薄にした。武田の残存兵力を差し出し殲滅するために臆するな。 山形正景とは何もない。これにあり。再び策を蹴倒す信長の首をかっ切れ。赤瀬、奴らはなぜ死に急ぐ。 5人は討ち取りました。偉大な体、俺に続いてください。皆お前、ちょっとできよるかって。わしらとてちゃんと働いておるわ。そう怒るな。昔の我らもそうだった。若く一途でどうしようもなく青い。 勝たせてもらいます。奥平さん、兵糧はいただきますよ。開門！みすみす兵糧を渡してなるものか。
わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。敵軍師の企み粉砕されて何よ。再始。任された全を尽くしたまで。我に挑むとは勇敢な将だった。古き者の子供を生き古き時代と共に。無駄死にという人もいるかもしれない。だがこれが武田のための最善伝だった。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵夫人の穴をついてみせます。ではなく徳川を狙ってくると各個撃破し戦況を変えるつもりか。あらがんか。どっち。危ないところであった。そなた侮れぬな。信長を討とば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。ついてこれるか。造票の処理に不来の方々の力はいりません。俺一人で十分です。あの子は確かに強い。が恐るも知らん。そして頼ることも知らん。俺が本陣へ突撃する。父の敵今こそ撃たん。まだ馬防柵に突っ込むか。武田武者よ、無礼なれど心が熱くなる。明日も進む。出るかない。一人で突っ込んでもたついているが、意地を張らずに助けを呼べ、新入り。何ですか、いきなり。ちゃんと結果は残しましたよ。武田はまだ終わりではない。任せあれ。馬場さん、内藤さん、攻めましょう。解剖任せあれ。武田はまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。直政はまだ建物とうまくいっておらぬか。ゆくゆくは徳川を支える柱となろう。任された。任された。敵将討ち取る。ここは譲れない。いざ参る。
さぶり、我が血もたぎるわ。またさらに、もはや武田の敗北は必至。そして逃げ延び、再起を図ろうぞ。開門！最善の強さに逃げるだ。慣れすぎる。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。恐れた者の末路は哀れ。赤備えは立派だ。皆大尉、これで武田も終わりっつう。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。それに比べて徳川譜代家臣はどうだった。